気を持って正しいと思った道を信じて進む。なんだか人生の話みたいですね。そうかな。そこまで話を大きくしたつもりはなかったんだけど。あ、ごめんなさい。私、前にそういうことで悩んだ経験があるので。何かを選んで決める勇気って、曲作りだけじゃなくて、いろんな場面で必要になってくるんだなーって。だから、今の八重崎さんの言葉、大事にしたいって思います。望月さん。私も、そうだ。私も、決めきれなかったせいで、すごく後悔したことがある。サキが学校に来てくれて、また昔みたいに4人でいられるって、そうしたいなって思ってたのに、どうしたらいいのかわからなくて、結局、何もできなくて。でも、ちゃんと向き合って、みんなと一緒にいたいって、そう決めてからは。ほなみの言ってること、私にもわかるよ。いちかちゃん。だから、やっぱり、勇気を出さないとね。自分の選択を信じて進まなくちゃ。そうだね。じゃあ、望月さんのおにぎりをいただいてから、後半戦頑張ろうか。はい。おにぎり食べたら、私ももう一度考えて、ちゃんと決めたいと思います。こっちが鮭で、こっちがたらこだよ。好きな方を食べてね。どっちにしようかな。鮭も美味しそうだけど、たらこも食べたいし。でも、二つはお腹に入らないし。悩むな。あ、いちかちゃん、真面目に考えすぎじゃないかな。これもある意味二択だけど、やっぱり、決めることって難しいよね。